子の美学全とと2回のことは、えー、よほどしっかりと心に入れておいていただかないと少なくとも要点は今日の話が分かりにくいところもございますので一復習としてございまして、えー、復習のところをそうでございますね30分ぐらいかけて。 申し上げます。で、全然前と同じことを申し上げると、全2回お出になった方に、失礼にも当たりますので、要点だけをちょっと別の観点から見ながらご説明するということ。そして要点は全部こちらに書いてあります。論語の原文と共に勉強していこうと思います。で、まず、普通に格子と考えられている先入権を取っていただかないと、 私の勉強します講師とは全く違ったことになりますので潜入権を取っていただきたいということ。で潜入権の一つは日本の中で伝えられている講師像というのは論語でをしっかり読むと出てくる講師像とは全然違うのだということをはっきりと意識しなければなりません。例えば 孔子は体系のない。そのモラリストである。そして。時、え、々、ー、思いついたことを弟子と話して。えー、その記録が。論語だから。論語に一貫した体系はないと。こういうふうなのが、まず最初の。誤解でございます。孔子自身は。我が道第一の論文。我が、あのこと我が道。一持ってこれを貫く。というので。私の説いている道は。 一つの原理を持ってこれを貫いているというのでまとまった思想だということを自ら言っています。そしてこれは孔子の弟子の中でもその通りに理解する人はいなくて孔子はそう言って出ていったら孔子の皇帝の一人皇帝は高い弟子って言いましてその立派な弟子の一人なんですが宗主という人がいてこの人は あの孔子の弟子の中で論語で「先生」っていうふうにしてつくのはこの宗師と有師っていう人がもう一人おりますがその二人ぐらいであとは主はついていませんから皇帝だと言ってよろしゅうございましょう。その皇帝の宗師は弟子たちが「先生が一をもって貫く」って言ったのは何のことでしょうって言うと宗師も理解してなくてわざわざ孔子が自分の道は一をもって貫いているのだというのの意味は孔子の 教えは中女のみとこういうふうに答えます。孔子の教えは中ということとそれから許すということとその二つだけだ。でもこれだと二つになるんですね中と女は違いますから。ですから孔子も本当はよく分かってなくてまあ孔子の考えでは孔子の教えは真心中ということとそれから女っていうのは人を許す優しい気持ち。その 二つでいいいいいてているという,ふうに説いていました孔子が言っていることは自分の,あの全思想が一つのまとまりを持っているということでそのことを考えてみると少なくとも孔子をこのまとまりのないその,場その場でカズイスティックに物を言っている人だというふうに考えることは一つの考えであってそうではない考えがありうるのだということをあの。 まずお考えくださいそれでこれは私の言うとおりにお気になる必要はないのでそういう考えもあるのだということで後でまたご自分で考え直してみればいい。ですから選択肢の一つとして少なくとも更新には体系的な思想家としてのあるいは哲学者としての論理一貫性があるんだという考え方があるということは 認めてておいていいたただきたいですねそしてご自分の中でいややっぱり日本でふだん言われてるあ当たり障りのないことをその場限りで言ってる人だと証拠を持ってお思いになるならいいですねそれが一つそれからもう一つ孔子はその自分の博識を誇ってそして自分の知識を人に与える人だそういう意味で偉大な教育者だという。 ことがあります偉大な教育者ということは本当なんですが孔子はどんな人だったんだろうというと孔子は「我知あらんや」とその次の文章「私は知があるのだろうか知ることなきなり」っていうんですね。これはどういうことかっていうと自分はたくさんの知識を持ってる人だとあなた方は思うのか私は本当に知ってることはないんだって言うんですね。そして孔孔子子のものもをずっとと読んんででみると孔子は問うんです 到底は答えを与えてまた違うように考えていってるだから本当に知っているということは自分はないんだって言うんですね無知の自覚です無知の自覚っていうことは無知の知っていうことはソクラテスと同じですねソクラテスは自分は本当に知っていることは何もないからいつも大事なことは十分には知っていない 自分たちが知っていることはつまらんことばかりだって言うんですね。私どもも考えてみましょう。私どもは何を知っているかというと。自分の名前は知っていますね。友達の名前も知っています。でも自分の本当の。限界って言うと、どういうところにあるんだろうか。しから自分の本当の。才能って言ったらいいのか。力はどんなところにあるんだろうかということ。本当に知ってますか。 って言われると知らないんですね。ましてや他の方の本当の値打ちを知ってるんだろうか,とうか知らない。私の電話番号を知ってます。自分の電話番号を知ってればあの大抵のこと知ってますけどね、そういう電話番号とか何階にあるんだとかそういうことを知ってますけれども、しかし世界で今一番大事な問題は何だろうっていうと例えば。 環境問題も一つだって言うんですけど、環境っていうことで一体何を知ってるんでしょうか。環境っていうのはものを外を取り巻くものだと。これはその通りです。しかし、環境だという言葉で自然だけしか考えてない人もいますですよ。自然がもしも私どもの環境だったら、ここは何ですかって言わなきゃなりませんね。自然が寒い時に割合に暖かくて、 外に出れば風が吹いて声も飛ぶようなところでこうやってお話をお互いに聞いたりしたりすることができるっていうのは技術がもう環境になってることではありませんかいや環境環境って言ってて実は DNA とか遺伝子のことも考えなきゃなりませんねそうすると自分の体の中のことも環境って言っていいんでしょうかでもそれを考えなければ ななならない時代になってきてきるつまり遺伝子操作をして作られたものがいいのかどうかっていうことは遺伝子という小さな目に見えないようなもの私どもを取り巻いている環境と私どもが普段考えているものとは全然違うものが環境の中に入ってます,です、ね、そうすると「我知ることあらんや知ることなきなり」ということは私どもこそ言わなければ そしてこの言葉をですね、真面目に読むと孔子のような偉い人でも我知ることなくなりと言ってるんだ無知の知っていうことを自覚しろと言ったソクラテスと同じことを言ってる。ですから孔子は教育者だけども知ることを知ってることを教えたんじゃなくて本当に自覚して知るっていうのはどういうことなのかっていうことを 人に教教えている本当の教育者ソクラテスと同じような大哲学者ではないかと考えてみることができます。3番目の誤解は孔子様っていうのはお君に忠にその頃の藩主とか国王とかそういうものに忠義することそして親に孝行を尽くすことそういうことを教えた中孝を教えた人だそれはそんなに悪いことじゃないでしょう。 中興を教えること。しかし孔子の忠っていうのは何だったのかっていうことです。もし孔子が孔子の教えや中条のみって言った中だけだというふうにしてもですね、その中っていうのはそれじゃその当時の王様に忠義を尽くすことだったんだろうかっていうことですね。 まずそのことで考えていただきたいことこれは前に 2, 2回ともお話したんですが孔子の教えは儒教というんですがその儒教の人たちは真の始皇帝が出た時に何をしたかそんなものに忠義は尽くさないんですあんな人殺しのような軍隊だけを作って武力でもって天下を治めようなんていうの道を知らない男だと言って 言論で戦いますねですから文書公寿っていって皆様も歴史でお習いになったことを思い出していただきたいんですが3,000人の場合によると5,000人とも言われていますが儒教の人は穴埋めにして殺されてそして儒教の本は全部文書つまり焼かれますねですから孔子の書物は残っておりません孔子の弟子たちのとの話した原稿録 論語というのがそういうことの後に何とかしてとていうふうにして編まれたのであって孔子の生きている前後に孔子の書物も書いたでしょうけども残っていません、ね、そして孔子の弟子たちが、ね、これがただ君主であれば忠義を尽くすんだというようなことを言っているんだろうかということですね。 そうすると翻って日本で藩主とか総理大臣とかがみんな道をわきまえたいい人だけだっただろうかいうとそうでないものはたくさんいますね。そうするとそのそうでない道を誤ったような藩主に道を誤るような首相などに忠義を尽くすことが孔子の教えだろうかいうとそうではないでしょう。ですから忠という言葉は 論語の中でどう語られているかっていうと人のために図りて忠ならざりしやっていう言葉があります。人のためにりりてならざりしやというのは孔子のその弟子の宗子が私は日に三度自分を顧みる三度自分を反省するその自分は人に図りてっていうのは人のために考えて忠だっただろうかっていってこれは君主とか君とか あの帝王とかそういういいものに書ておりません人のために考えてその人っていうのはだから目上だけかって言うとそうじゃなくて翻、ね、ってそうだとしたら日本で忠っていうのはどういうことに使われてるだろうっていうとほとんどはですね先生に対して忠誠を尽くすとかあるいは自分の帰属している団体に忠を尽くすとか。 で自分よりも何か権威的な上なものに対する真心だけを中と言ってますそれは間違いなんですねだからもしも師に対して先生に対して忠誠を誓うことが学生や生徒や弟子の務めならば先生は学生や生徒に対して忠義を尽くさなきゃいけないんですそういう意味の忠ですね だから字を見ても上のものになるってことはどこにも出ていない心真心心の中からの真心誠実さシンセリティというようなものですね英語で使うならばロイヤリティと言ってもそのロイヤリティは何も上のものに尽くすだけじゃなくて友達にも召しにも召使いにもです何にでも忠義を尽くすそういうものだ,だから孔子や日本では封建哲学の よりどころになっています。けれども、非封建的なものだという孔子の思想封建主義の親玉のような真の思考点、一般に殺されてしまったのは誰だったかっていうと、武力で彼に歯向かったものと言論で彼に戦ったものだけですね。学者で殺されたのは儒教の人だけ。です